皆さん、こんにちは。今日は4月25日の運の塾通信をお送りしています。これは、昨日に引き続き3月31日のエコノミストの記事で、グローバルサプライチェーンは大事だよという話ですね。自給自足経済が一見短期的に良さそうだけども、良くないよという話です。今日はですね、一つ新しいことは、デュアルサーキュレーションですね、総循環。国内循環と国際循環、これ中国の話です。この言葉は今年5月14日の中国共産党政治局常務委員会の会議で最初に用いられた。そこでは中国の巨大な市場規模と国内需要の潜在力という強みを生かして国内と国際という相互に補完する2つの循環に基づく新たな発展のパターンを確立するということですね。あとインテルの話が出てきますけど、2018年のイギリスのテクノロジー専門メディアによる CPU の脆弱性スクープのおかげでアメリカのインテル固有の欠陥という誤解がすっかり拡散してしまったということでインテルの CPU に欠陥があったんですね。それでは早速中に入っていきます。そうした背景があるので、これはだからそうした背景というのはそのグローバルサプライチェーンに反した自国優先主義にやるべきだよというような諸々のことがあるので、諸国の政府は供給を安全にする役割になっているのだが、それも限られている。彼らは新たなエネルギー資源を求めて R&D を支援することができる。そのため重要な資源が敵対する政府によって干渉されるような対象になっている独占の供給者に頼っているときに助成金と国内を優先することが正当化される。これは昨日話をしてましたように、180品目がある一国によって独占されているという話がありましたよね。そうした場合に自国に対してですね、優先的に助成金と、その国内 の製造を優先するということを言ってるんですね。いくつかの鉱物がこのカテゴリーに入るが、手の除菌用ローションは該当しない。必要だからですね。諸国は干渉しすぎてしまうリスクがある。すなわちますます保護主義になってきているモディのスローガンの中に国産品優先がある。2月24日にバイデンはアメリカのサプライチェーンの100日間の安全保障の調査を指示した。3月9日に EU は2030年までに半導体製造のシェアを2倍にし 20% にしようとしていて、2025年までにバッテリーの需給を公約した。昨年習近平は総循環、先ほど説明したやつですね、総循環を開始し、それは国内と国際という相互に補完する2つの循環に基づく新たな発展のパターンを確立することであり、中国の経済を外国からの圧力から守ることも目的としている。こうした公約は曖昧だが、国内の雇用と製造を優先し助成金を約束することは世界が自由貿易とオープンマーケットから離れていくことになるということですね。そうした自給自足経済に向けて動きを正当化するべきではない。一つの理由として、政府が管理した国内のサプライチェーンはグローバルなものよりも立ち直る力が少ない。エバーギブンのことを考えてみても貿易統計のちょっとした汚点でしかない。中国のマスク生産量はコロナで需要が急増したので10倍になった。豆やパスタの爆買いがあったので8兆ドルのグローバルな食品のサプライチェーンが急速に適用になった。で、急速に適用され多くのスーパーマーケットの在庫を維持した。どのようにワクチンを分配するのかの議論が盛んだが、グローバルネットワークが今年100億回分のワクチンを提供する。自給経済は安全のようだが、政治家や国民は食品、電話、医療、ワクチンがグローバルサプライチェーンの賜物だということを認識しなければならない。自給自足経済を求めようとすることは、相互依存の費用が短期的で見えるので、一方、メリットは見えないので、一方、メリットは見えないので、時間がかかってその影響が出てくるから、間違って解釈してしまう。効率を失うことと重複した
製造流れの費用はとんでもない損失だ。企業は36兆ドルを海外に投資している。国内企業が助成金とか関税によって競争力から保護されるような費用は消費者への隠れた税金だ。そして結局需給側経済の政策は先端産業を育成する上ではいい影響を与えないだろう。製造業が母国に集中したら、かつてアメリカでインテルの欠陥が見つかったように、さっき言った話ですね、巨大な国家でさえ自国の製造業者の自国でのショック、ロビー活動、欠点をさらけ出すことになる。かつての強み、立ち直りの速さは需給側経済から来るのではなく、ショックに対して広範囲な供給資源とコンスタントな民間企業の対応力によるものだ。時間の経過の中でグローバル企業は長期的な脅威、すなわち米中の緊張、気象変動の影響に対して調整し、新規投資をどこにするか徐々に変化させていくだろう。このことは貿易にとって極めて危険でもある。グローバリゼーションが市場の開放を生じさせるのと同じように、ある国の保護と助成が他の国にも広がっていく。グローバリゼーションは何十年にもわたる成果だ。それを座礁させてはならないということですね。まあ その通りですね。その通りです。ただアメリカ、まあバイデンはどうですかね。トランプの時はかなりですね、そのグローバリゼーションに反対の行動をずっと取ってましたけど、どうですかね。